しくお願いします。はい、お願いします。まず久しぶりに選手が揃っての初期間を終えて、どんなお気持ちですか？そうですね、まあ、みんな、すごくいい顔してたので、また今年、全員でね、一生懸命頑張っていこうという気持ちになりました。選手会長として迎える一生期間は例年と比べて何か、変わってないというか気持ちに変化はありますか？そうですね、まあ、まあ、選手代表としてね、しっかりやっていこうという、気持ちになりましたし、まあ、野球の方ではね、いつも通り準備はしてきたので、まあ、それをグラウンドで出せればいいかなと思います。久しぶりに選手たちの顔を見て何か思いとか、変わったなっていう決意の表れみたいなものって感じられましたか？まあ、みんな、すごくいい表情で、いましたし、本当に、まあ、今年もみんなしっかりやってくれると思うので、まあ、自分は自分のことを、ね、しっかりやりたいなと思います。はい、はい、いよいよ明日から、宮崎に移動してキャンプが始まりますけど、はい、どんなキャンプを過ごされて？そうですね、まあ、怪我なく、まあ、体調もしっかり管理して、まあ、しっかりと練習できればいいかなと思います。はい、選手会長としては、どういう形でチームを引っ張っていこうと思われてますか？そうですね、まあ、その都度その都度でやることは出てくると思うんで、まあ、それにしっかり対応できるように、コミュニケーションは取っていきたいなと思います。はい、最後に4年連続の日本一に向けて、はい、意気込みをよろしくお願いします。そうですね、まあ、4年連続するには、まあ、リーグ優勝、クライマックスと勝っていかないといけないんで、まあ、まずはリーグ優勝を目指して、やっていきたいなと思います。今年も、応援よろしくお願いします。